JR 西日本大阪駅です。今日は大阪環状線でちょっとね、弓崎線になりまして桜島駅に向かいます。今日は鉄道旅ではなく少しね、社会的なニュースになります。それではどうぞよろしくお願いいたします。桜島到着です。今日ね桜島に来た理由っていうのはこちらなんですね。これです。一見普通の板で板が変わっているところがあると思います。これを見に来ました。これ今ね実験してるあのスロープのやつなんですけどね、車椅子が来たらねここねパッと上がれるようになっています。今日もJR 西日本をご利用いただきます。このホームが浮き上がりまして、で、この車両とですね、段差を少なくしてですね、乗り降りが楽にするというようなそのようなシステムです。この、この車椅子のマークがあるようなこのクリーム色のところがちょっとねこうあとは坂になったりしてね、あの斜めになります。そうすることによりましてですね、あのスロープを置いていた駅員さんの役目っていうのが削減できまして、直に乗ることができるというようなそのようなシステムです。ですので今まではね駅員さんがスロープを置いて列車とホームの間にで車椅子の方が移動してたんですけども、これをね今ねあのこのセッティングをすることによりまして自動で上がるわけでして、すごくねあの画期的な構造ですね。走行中の列車との接触や線路への転落の恐れがあり極めて危険です。特にお酒を飲みすぎた後は千鳥足になる場合がありますので、ホームの端を歩かないでください。つまりこのね、今ペタンとなっているようなところ、この車椅子のようなねこの今ちょうど三角形のようなところが出っ張りがあると思いますが、そこが浮き上がってですね立体化になってちょっと斜めになります。そうすることによってスロープの役目を果たしてそのままね、スロープなくても電車に乗れるということになります。これが今ね実証実験で行われていることです。こういうことですね。あのこれはちょっとねゼブラになってますけど、浮き上がって車椅子が斜めになって電車に乗りやすいようなそのような実験になっているというやつですね。車椅子の利用の向けに、駅のホームと列車を自動で結ぶスロープを開発したということで今実験をなされているわけですが、これはホームと列車の乗降位置の距離や高さをセンサーが検知するそうです。で到着した車両に合わせてスロープの角度や長さを調節するということになります。で今これが桜島駅にあるわけでここで実験しているわけでして、距離との高さを自動で調整するスロープはこの国内の鉄道で初めてのことなんだそうです。現在は利用者の要望を受けてから駅員が取り外し可能なスロープを置くということになっていますが、それで時間がかかっているわけですね。この、自動スロープを置くことによってその時間の削減などを目指していくというような感じです。
で、ご覧の通りホームの床に埋め込みまして、列車が到着するとスロープの先端についたセンサーが車両との距離と高さを計算して板を伸ばす仕組みになっていて、横幅は 3.6 メートルで電車の位置がずれても使えるということです。雨や雪でね、センサーの感度に支障がないかのも検証していきまして、車椅子の利用者さんなどにもストレスがないようにということで、今ねこの実験が進められています。ということでね、どういう実験になるかすごい気になりますけども、まあなかなかねこれね、私も実現してほしいなっていう感じなんですけど、うるせえな。まあ電車が今ね入ってくるとこなんですが、まあこれね、実現してほしかったなっていうような感じですね。駅員さんにも車椅子の利用者さんにもメリットがあるような感じですね。ただホームドアがねできましたら、これどうなるかのも結構課題かもしれません。以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。Okay, and for Nishi.